ホンダの F1 への関与は主に国際的な取り組みによるものですが日本の自動車メーカーは2026年に新たにブランド名を変更した米国モータースポーツ部門がアストン・マーティンのレースに出場するパワーユニットの開発に協力することを発表しましたさらにアメリカ部門のホンダスタッフも F1 レースに参加しシルバーストーンを拠点とするホンダの現在のメンバーに加わることになりますこれまでホンダには 二つの異なるレース部門がありました。一つは、メーカーのインディカー、プログラムなど、アメリカでのモータースポーツ、プロジェクトに取り組んだホンダ、パフォーマンス、ディベロップメント、HPD、であり、もう、一つは、F1 プログラムも含まれている、ホンダの国際的なレース活動を担うホンダ、レーシング、コーポレーション、HRC、です。2023年9月下旬、ホンダはレース部門を統合すると発表しました。 以前は HPD として知られていましたが、現在は HRC-US です。今後も、カリフォルニア州サンタクラリタに拠点を置きますが、世界のレース運営と密接に結びつくようになるでしょう。HPD の HRC-US への進化に関する記者会見で、メーカーの代表者らは、F1 におけるアメリカの存在感の増大と、さまざまなシリーズでのハイブリッドパワートレインの開発の増加という2つの大きな動機づけ、要因に言及しました。 現在、F1 カレンダーには、北米で、マイアミ、モントリオール、オースティン、メキシコ、ラスベガスの5つのレースが掲載されています。したがって、ホンダが、これらのイベント中にカリフォルニア拠点を利用することは、全員が、同じような稼働時間帯に止まるため、理にかなっています。また、アメリカのオープンホイール・インディカーシリーズは、2024年、インディアナポリス500の走行後、しばらくしてから、 ハイブリッドパワートレインの導入を進めており、漠然と似たようなプロジェクトに取り組みながら、ホンダがリソースをプールし、情報を共有することは、さらに理にかなっています。米国内で行われた作業も、現在の電力装置コスト上限規制に基づいて会計処理されますので、ホンダは、たとえ、二つの異なる国で仕事を受け負っていても、単一の予算に従わなければなりません。HRC ジャパンの渡辺浩二社長は、私たちの目標は、 HRC ブランドを高め、レース活動の成功を持続させることであり、ホンダモータースポーツが、グローバルに、一つのレース組織として団結することが、その達成につながると信じています。日米のレースエンジニアが一丸となることで、より強力なチームとなり、米国の仲間を HRC チームに迎えることができることを、大変嬉しく思いますと語った。